はい、こういうタイトルで発表させていただきます。ピクシブ株式会社の片継と申します。こういう ID でやっていて、まあ、片継とかってよく呼ばれてます。で、去年の10月に入社しました。で、今年の新卒インフラエンジニア、あれついてない、あれ結構不安、はい、今年の新卒インフラエンジニアです。で、ネットクラフトさんに弊社代表的パール企業と紹介されてしまったので、今回パールの話をちょっとしようかなと思います。あと今日はこの話をしに来たんですけど、ピクシブは全部小文字なので大文字とか混ざらないんで、他の話全部おまけです。今日ピクシブは全部小文字ってことだけ覚えていってください。で、まあ、社内の広告サーバーなんですけど、ピクシブは社内で広告配信サーバーっていうのを実は抱えてます。抱えてるんですけど、あれ消えるな、厳しいですね。出ない。ちょっと緩いです。緩いんだよ。そうです。あ、来ましたね。PHP 5.3 なんですよ。つい先日サポート切れたんですけど、これ理由があって PHP 5.5 で配置された APC 使ってるんでバージョン上げられないんですよ。ということで、バシュ 0C7 さんという人を中心に、新広告サーバー開発チームが立ち上がりました。で、僕はインフラエンジニアとして、管理サーバーのインフラと配信サーバーのインフラ両方と配信サーバーの開発にも、携わりました。でもあんま話せないんですけど、アプリケーション自体は Go で実装されていて、メミキャッシュ D に広告のデータが入っているので、そのメミキャッシュ D の広告データを返すみたいなアプリケーションです。で、エンジン X、フロントはエンジン X が受けてます。で、Unix ドメインソケット経由で、プロクシーしてます。で、 Go のサーバーは標準出力にログを出力するという感じのアプリケーションになってます。で、モジュラ製のプロセス管理ツールのサーカスっていうのがあって、これはサーバースターターみたいな感じなんですけど、パールじゃなくて Python で書かれているんですけど、パールも Python も似たようなもんかなっていう感じで、サーカスがホットデプロイとかプロセス監視、ログファイルかログローテートっていうのを全部担当してます。で、サーカスがソケットファイルを作って、Go のアプリケーション側はファイルディスクリプターをリスンするサーバーとして実装しています。で、どういうことかっていうと、サーカスがソケットファイルを作って、アプリケーションを実行します。で、そのアプリケーションはファイルディスクリプターをリスンするサーバーで、これが起動したらサーカスはプロセスを監視します。で、これがホットデプロイなんですけど、ホットデプロイは、もう一個アプリケーション立ち上げて、で、これが起動するのを待って起動したら古い方をキルするという形になってます。で、ここまでの話気づいたと思うんですけど、パールの話してねえじゃんっていう話なんですけど、パール一応一部で使っていて、ページキャッシュ、大量のログを今回広告サーバー吐くんで、ページキャッシュ使ってないログがどんどん載っちゃうんですよ。なんで、このページキャッシュを定期的に削除しないといけないんですけど、これにすごい便利なのが CPAN モジュールのページキャッシュっていうのがすごく便利で、これを使って定期的に削除してます。なんですけど、なんか無人のグラフ見てたらなんか増えてんだけどみたいな事件が前あったんですけど、これもパールのワンライナーで実ページキャッシュの出力を整形して相当できるようにして、で、ってやったらなんか増えてるやつ見つかったみたいな感じで、結局これログローテートに失敗してたんですけど、なんかそういうのも簡単にパールで見つけられて、パール便利ですねって感じなんですけど、話まとめなんですけど、ピクシブは全部小文字なんで、皆さんこれだけ覚えて帰ってください。ピクシブ全部小文字です。ピクシブ全部小文字 で、ピクシブはパールだけじゃなくていろんな言語に支えられてます。で、サーカスとシスページキャッシュ便利ですねっていう感じです。で、僕新卒でまだ1年もいないんですけど、こんな感じでいろいろできる会社なんで、興味のあるエンジニア募集中なんでよろしくお願いします。ちょっと早いですけど、これで終わりにします。ありがとうございました。